哇，努力便当，日本人最喜欢的便当来了，在台湾也可以吃。Oh my god，日本人最爱立式海带便当，150元。哇，还有900便当，加沙便当。哇，喂，フードパンダで頼んだ三河屋さんの、これは、海苔弁です。台湾で海苔弁を食べれるなんて思わなかった。150元です。もちろんうなぎの専門店さんなんですけど、今はですね、コロナの対策弁当というのを出されていて、うなぎ以外のメニューもたくさんあって、もちろんうなぎも、あと、新鰻鱼っていう、アナゴも美味しいんですけど、わあ、一番こうなんか正直言って美味しそうというか、興味をそそったのがこの海苔弁の150元。これがいただきたいと思います。ほわ、いただきます。海苔弁だ。白魚の揚げ物か。うまっ。日本に帰ってきた味だ。好像是我已经回去日本的感觉。我小的时候真的常常吃这个。下は海苔とおかかが入ってます。ああ、懐かしい味。怀念的味道耶。揚げつか。磯辺揚げもうまっ。快、食うちら。好棒哦。真的好好吃。然后这个タルタルソースかな？タルタルソースをこれにかけて食べたいと思います。いただきます。これタルタルソースと白身魚って最強の組み合わせですよね。いただきます。ああ、全然好好吃。你如果有日本的朋友的话，问问看。那个海苔弁，海带，日式海带便当是什么？日本人通常在日本吃的那个家庭，不是家庭料理，这个是什么？通常日本人吃的便当，真的，超市或者一定吃过的那种便当。在台湾的话，应该是台铁便当那种，在台湾的小时候应该。台湾的朋友们都吃过的那种的，我非常推荐，真的好好吃。他们是现在在 Food Panda 里面可以订，然后他们的价钱是150元，然后他们是在中山，捷运站附近有本店，所以如果他们你当然你们喜欢吃鳗鱼的话，一定要去那边吃鳗鱼，但是。鳗鱼以外，我也推荐的是这个。然后地址是在下面，我现在查一查。台北市中山区中山北路一段53巷3号1楼，然后平均小费是300元。啊，真的好好吃。那首先是这样子，拜拜。